明けましておめでとうございます。みんな今年の初夢はどうだった？私は毎年同じ大きな富士山を背中に青く澄み渡る宇宙らのきらめく海にレッツダイブこれじゃあいつもやってることと全く同じだよね。でもね、そんないつもと同じ毎日が私に笑顔と元気をくれるような気がします。それにほら、一富士二鷹三茄子っていうくらいだから富士山の初夢は縁起がいいと思うし、今年もそんな風にのんきだけどハッピーな笑顔をどうぞよろしくね。宇宙らで待ってるよ。